元連隊長ユイト、お前もとうとう反逆者だな。どういうことですか兄さん。まさかニューヒムカ政府がユイトを反逆者認定したんですか。そうだ、もはやスオウに入ることはかなわないぞ。どうだユイト、セーランに来ないか。セーランはお前たちを同志として受け入れる。人間の脳を怪異に埋め込んでいるセーランに協力しろと言うんですか。ニューヒムカは強力な超能力を生み出すために人間を怪異化する実験を行っている。スオウはそんなニューヒムカの中枢都市だぞ。どっちも歪んでる。どっちもおかしい。ならどうする。宗教かぶれの渡月にでも逃げ込むか。あそこは宗教自治区だ。外では罪人とされる連中でも受け入れてくれるだろうな。今回の渡月が安全な場所とは限らないが。今回？言葉のあやだ。そうだよヨイト、渡月ならニューヒムカ政府も手を出せないよ。あそこは独立としたもの。ちょっと怪しいところではあるけど。まさか兄さん、それを伝えるためにここに来たの？単なるついでだ。ただ当月に行くならこれを持って行け。こんなもの飲めません。生き延びたいなら飲むしかない。それが人の血だろうと脳みそだろうとな。どちらにしてもこのままだとお前はいずれ記憶も超能力も失うことになるぞ。アンプル剤はその時間を引き延ばしてくれるものだ。嫌でも飲むしかないんだよ。カレン元連隊長、何をするつもりなの？吹雪さんを助けるつもりなんでしょう。俺たちも手伝うべきなのか？いや、アジトに戻ってくれ。吹雪連隊長から自分のことは構うなと伝言されている。それにこっちで最低限のモニタリングもできる。吹雪連隊長の状況は追っておく。渡月に逃げるにしても吹雪連隊長を助けるにしても一旦アジトで作戦を立ててからの方がいい。了解した。おっす、お疲れ。いや、ほんとこのユニット居心地いいな。渡る？どうしてここに？吹雪連隊長と打ち合わせしてたんだよ。ユイトたちが6章の旧病院に潜入したのがバレたら俺はアジトに逃げ込むって。俺は PC とサイネットがあればどこからでもナビできるしな。ということは吹雪さんはユイトが反逆者認定されることを予想していたんですね。ユイトが反逆者になったらユイト隊をナビしてたワタルも危険だから。
ユイトを悪者に仕立て上げるなら、ユイト隊の動きを知っている人間は始末した方がいい。人格矯正されていた可能性があるな。むしろ渡るより俺たちの方が危険だろう。そういうこと。ついでにこのアジトの場所が漏れてないか確認しといた。ここはもともとスメラギ家のユニットだろ。カイト本部長にバレてたらヤバいからさ。今のところは大丈夫みたいだぜ。このユニットを使ってることは兄貴にも言ってない。ただ今後は注意した方がいいな。他にもユニットはたくさんあるからすぐに特定されることはないと思うけど、それにしても兄貴が俺を反逆者認定するなんて。ユイト、兄貴も政府の人間だったんだって思い知らされたよ。分かってたことだけどさ。まあとりあえず今後は俺がここに常駐するから、このアジトが見つからないようにいろいろ仕掛けとくよ。それより吹雪連隊長から預かったものをなくしてないだろうな。ちゃんと思ってるよ。あれって何なの？荒はばきのパスだよ。一回限りのパスコードを吐き出す端末だ。荒はばきのパス？どうしてそんな大事なものを俺に？吹雪連隊長は生きて帰れないと考えてユイトにパスを預けたのか。吹雪連隊長はあれから何か連絡は？少なくとも旧海抜軍病院を出たところまでは確認できてる。ただその後は全てのシステムから反応が消えちまった。政府に捕まってないといいんだがな。兄さんが吹雪さんを助けたはずです。兄さんなら大丈夫。そういえばカレン元連隊長もルカもベルペッパーだって話本当なのかな？こっちでも吹雪連隊長のことは探してみるよ。それにお前ら人の心配している場合じゃないぜ。スオーじゃ悪魔だの偽善者だのひどい言われようだからな。物資も有限なんだし、早めにトゲツかセーランと接触しないと干上がるぞ。ちょっと前まで英雄だって持ち上げといてひどい話。いいよ、英雄だなんて言われるのがおかしいんだ。それよりみんなには話しておきたいんだけど、俺どうやらもともと無能力者だったらしいんだ。どういうこと？ユイト、超能力あるよね？俺が子供の頃旧海抜軍病院に入院してたって知ってるよな。どうもその時に超能力を後天的に発現させる実験を受けていたみたいなんだ。だからこのところ俺の超能力が変だったのは人工的に超能力者にされたせいなんだと思う。脳への負担がひどいんじゃないかな。でもいいんですか？自分がベルペッパーだったことをみんな僕たちに話して。あ、もしかしてルカはベルペッパーだったことを気にしてるのか。まあ隠したところで本当のところは変わらないし、力が安定しないせいでみんなに迷惑かけてるからさ。別に迷惑じゃない。そうだよ、ただ心配なだけ。それもこっちが心配したいからしてるの。しかしよく話してくれたな。無能力者は自分がそうであることを周囲に明かせず苦しむ人も多いと聞く。ええ、そうですね。そうだと思います。今後も何か異変があれば俺たちが全力でフォローするぞ。うん、ありがとう。よし、それじゃあ少しアジトで休んで、それからこの後のことを決めよう。
凪の記憶データの回収はもう不可能だろうな。吹雪連隊長の作戦は一時中断か。というわけで、強制お休みプログラムバージョン 1.1 では新機能を搭載してある。休憩モードに入ると分かりやすいリラックス法をレクチャーするシステムを導入したんだ。さあ早速試してみたまえ。あのさ、嵐、今日はテストに付き合うために来たわけじゃないんだ。そのプログラムの開発やめたらどうかな。なんだ、そんなつまらないことを言うためにわざわざ私に付き合ってくれたのか。まったく時間の無駄だな。それなら誘いをかけた時点でさっさと断ってくれればよかったじゃないか。いや、このことについて嵐とはきちんと話し合うべきだと思ったんだ。ふーん、ではご考説を受けたまわろうじゃないか。そんなんじゃないよ。ただプログラムで機械的に休みを押し付けるのはどうかと思ってだけさ。疲れを和らげたりリラックスさせるのだってもっとシンプルなやり方があるだろう。悩んでいれば相談に乗ったりとか、不満そうなら愚痴を聞いてあげるとか。なるほど、それなら検証する必要があるな。ではユイト、君の話を聞かせてほしい。え？君からの提案を受け入れると言っているのさ。苦労続きでいろいろと不満が溜まっているだろう。ほら。俺の？悩みなんていろいろありすぎて、家族とか兄貴のこととか。スメラギ本部長か。今の我々にとっては少々厄介だからね。ああ、あんなおぞましいことに関わってるなんて思いもしなかったよ。しかも俺を反逆者として認定までして。親父だって俺には何も教えてはくれなかったし。君が混乱するのはわかるよ。ただ私には本部長の判断が少しだけ理解できるがね。嵐は兄貴たちのやり方を容認するっていうのか。そうは言っていないよ。賛同などできないし、彼らの行為自体も許すつもりはない。しかし必要ならば肉親さえも切り捨てるという効率優先の姿勢は私も似たところがあるからね。嵐は吹雪連隊長に対してもそんな風に思えるのか。場合によっては弟でも切り捨てていいって。いいと思っている。だが吹雪には私と同じ判断はできないだろうな。あいつは良くも悪くも子供だからね。君と吹雪はそういうところが似ているよ。なんだよそれ。子供は誰でも何でも自分の力で救えると思っている。だが現実は違う。切り捨てなければいけないものが必ずある。その折り合いをつけて諦められるのが大人なんだよ。嵐はそんな大人になって本当は嫌なんじゃないのか。言ってくれるね。まあそうなのかもしれないな。確かに子供のまま何でもできると思えるのは幸せだろうけど、自分勝手に好き放題サボれるのは大人の特権だ。どうだい、大人ってすごいだろう。いや、大人ならサボっちゃダメだろ。ユイト、やっぱり君は
あいつによく似ているよ。またしても遅かったな。まあいい、僕は心が広いから許してやる。そいつはどうも。で、話ってなんだ？お前の戦い方についていくつか言いたいことがある。戦い方？そうだ、今まで何度か戦闘を見てきたが、お前の動きはあまりにも無駄が多すぎる。訓練生ならともかく、曲がりなりにも一人前の海抜軍なら、あんな行き当たりばったりの戦い方をするな。戦場では常に敵の動きを読んで、次に何が起きるかを考えながら動け。お前にも脳みそがついてるんだろ。呼び出されたと思ったらいきなりダメ出しかよ。一体何考えてるんだこいつは。おい、聞いてるのか？僕の貴重な時間を割いてやってるんだぞ。ちょっと待て、状況が飲み込めないんだけど、なんで俺呼び出されたんだ？お前にはこの間ほんの少しだけ世話になったからな。お返しに戦闘のアドバイスをしてやってるんだ。アドバイスのつもりだったのかよ。普通にバカにされてるのかと思ったぞ。な、失礼だな。教えを受けたくないなら僕は帰ってもいいが、お前も強くなりたいんじゃないのか？ムカつくけど、シデンも一応海抜軍の先輩だもんな。善意のアドバイスならおとなしく聞いてみるか。わかった、じゃあありがたく拝聴するよ。賢明だな。努力しない者に勝利はない。苦労もせずに育ってきたやつには縁のない言葉だろうがな。いちいち嫌味を挟んでくるな。友達いなさそう。話を戻すぞ。さっきは敵の動きを読めと言ったが、経験の浅い新人に怪異の動きの予測は難しいだろう。おぼつかない知識に頼るより、予想外の攻撃を避ける瞬発力や冷静な判断力を養った方がマシだ。なるほど。だが残念ながら今のお前には瞬発力も判断力もない。今まで生き残れたのが奇跡だな。は？よほど運が良かったか、周りの仲間のおかげか。早死にしたくなければもっと自分の力を磨くことだ。さっきから黙って聞いてれば嫌味ばっかりだな。シデン、俺のこと嫌いなんだろ？なんか理由でもあるのか？なんだと？この僕がわざわざ親切に助言してやってるのに、それを単なる嫌味だって言うのか？いや、少なくとも最後のは明らかに嫌味だっただろ。いいだろう、聞きたいなら教えてやる。確かに僕はお前が気に食わない。最初からずっとな。僕はスカウトされてから強くなるために何年も努力して、幾度となく視線をくぐってきたんだ。スメラギ家に生まれてちやほや育てられた苦労知らずのお坊ちゃまを僕が好きになれるはずがないだろ。家のことは関係ないだろ。俺は俺だ。お前自身がどう思っていようが、周りはお前をスメラギのお坊ちゃまとしか見ないさ。それは確かにそういう人もいるけど、俺はそのせいでいつも色眼鏡で見られたり、ずっと苦労してきたってのに。でも
それを口にしたら、シデンのことだから、もっとなんか言ってくるだろうな。それが嫌なら、家の名前が霞むぐらい強くなるしかない。だが、人の助言も素直に聞けないようじゃ無理だな。お前みたいな志願兵が瀬戸さんの招待に入れたのも、どうせスメラギ家のコネだったんじゃないのか？気に食わないといえば、お前がやたらと集めてるらしいあの人形もだ。パッキンちゃんだかなんだか知らないが、あんな丸っこい変なやつのどこが可愛いんだ。言っていいことと悪いことがあるぞ、シデン。パッキンちゃんじゃなくてバッキーちゃんだ。バッキーちゃんに失礼だろ。っていうかさっきから何なんだよ、言いたい放題ひどいこと言って。なんだと？わざわざアドバイスしてやった僕に文句をつけてきたのはお前の方だろ。アドバイスじゃなくてネチネチ嫌味言ってただけだろ。もういい、俺は帰るからな。勝手にしろ。まったく、一体何だったんだ。シレンのやつ、本気であれがアドバイスだと思ってるのかよ。あれは根っからの嫌味マンだ。もうあいつの呼び出しには応じないぞ。ベルペッパーの実験のためだったんだね。子供を病院に閉じ込めて実験台にするなんて。ユイト、怖かったよね。許せないよ、こんなの。怖かったかどうかもよく覚えてないんだ。でもありがとな、花火。俺が反逆者か。まさかスオを追われることになるなんて。トゲツとセイランのどちらかに行くべきなんだろうな。でもセイランのやっていることは許せないよ。何？これを俺にか？ゲンマ、また少し体が大きくなったか？そうか。最近トレーニングの調子が良くてな。へえ。何か心境の変化でもあったとか？少し恥ずかしいが、お前に負けたくないと思うようになってな。年寄りの冷や水と笑ってくれ。
何かあっても俺がフォローする。思い切っていけ、ユイト。ゲンマにそう言ってもらえると心強いな。ああ、ゲンマ、今暇か？よかったら、今度の休みにまたどこかに行かないか？ゲンマ？ああ、ユイトか。いや、すまない。少し考え事をしていた。何か困っていることでもあるのか？俺でよければ相談に乗るけど。そうだな。話しておいた方がいいかもしれん。実は海抜群を退役した俺の友人が急に行方をくらましたらしい。行方不明？大変だ。何の手がかりもない状態なのか？俺もその友人とはしばらく連絡を取っていなくてな。あいつの弟からメッセージが来て初めて状況を知った。心当たりはないかと聞かれたが何も答えられなくてな。どうしたものか考えていたところだったんだ。友達がいなくなったら心配だよな。何か俺に手伝えることあるか？いや、お前の手を煩わせるわけにはいかない。俺の個人的な事情だからな、迷惑はかけられん。悩んでる仲間を助けるのは迷惑とは言わないよ。とりあえず話すだけ話してみてくれないか？話してるうちに解決策を思いつくかもしれないし。うん、すまんな。ではお前の行為に甘えさせてもらうことにしよう。行方不明になっているのは俺の同期の友人だ。海抜群にいた頃は同じ隊で活動していたこともある。だが年齢とともに肉体成長を止める矮化剤の効果が薄れて体が年を取り始めた。合法チルドレンの誰もがいつかは迎えることだが、そいつは俺より先に限界が来たというわけだ。老化によって超能力も衰え、戦うことが困難になってこの春に退役していった。そうか。怪我とか戦死じゃなく無事に退役できたのは良かったのかな。そうだな。だが実際のところ退役後の合法チルドレンが置かれる状況は厳しいものだ。薬の投与を止めたことで体は普通に年を取れるが、脳は長期間の酷使で極度に疲労した状態だ。肉体の変化に脳の疲労が重なり、さまざまな不調に悩まされる退役兵が少なくない。そんなに辛いのか？薬とかで治療できるものじゃないのか？通院して治療を受ける者も多いと聞くが、簡単に治るようなものでもない。長引けば精神的な負担もかかる。ってことはいなくなった玄馬の友達も退役してから体調が悪かったのかな。なあ、心身ともに疲れている様子だった。心配で退役直後はなるべく頻繁に連絡を取っていたんだが、そのうちあいつは俺に軍のことや任務の話ばかり聞きたがるようになってな。どうやら海抜群へ復帰したがっているようだった。退役後の生活に馴染めず古巣が恋しくなったんだろう。そうか。何十年も海抜群にいたんだしな。いきなり生活をガラッと変えるなんて難しいか。元より望んで退役したわけではないからな。だが戦えなくなった者が海抜群に戻ることはできない。俺はあいつが軍への未練を断ち切って新しい生活を築けるようにあえて距離を置くことにした。メッセージも返さず会うこともせず。今思えばやりすぎだったんだろう。行方を聞かれた時あいつの弟にも言われたよ。連絡を断つなんて友人としてあまりに冷たい態度だと。
んな。そう言われても仕方がない。もしかするとあいつが行方をくらましたのは俺のせいかもしれない。本当に必要とされていた時に俺はあいつを突き放して追い詰めてしまったんじゃないかと。ゲンマは友達のためを思ってそうしたんだろう。だったら今自分を責めても仕方ない。まずはできることを試してみたらいいんじゃないかな。とりあえず本人には連絡を取ってみたのか。いや、まだ俺から連絡はしていない。だったら試しにメッセージを送ってみようよ。居場所がわからなくても無事ならきっと届くはずだ。もしかしたら向こうも現場からの連絡を待ってるのかもしれない。そうだな。じっとしていても始まらん。お前の言う通りやれることをやってみよう。ダメだ、返事はない。メッセージに気づくまで少し時間がかかるかもしれない。届いてるかどうかはもう少し待ってみよう。あるいは届いていても返事をする気がないのかはこちらでは判断できないが、お互い海抜軍所属だった頃はブレイントークで簡単に連絡が取れたし GPS もあって便利だったんだがな。退役してるとそうはいかないもんな。いちいち端末からアクセスしないといけないし。俺にはまだ退役後の不便さは実感できないが、あいつは苦労していたかもしれないな。そうだな。とりあえずしばらくはこうしてメッセージを送り続けて様子を見てみようよ。その間に他にやれることがないか俺も考えておく。そうだな。お前が背中を押してくれて助かった。また何か動きがあったらお前にも報告する。あ、わかった。辛そうだったな、ゲンマ。俺、退役した人たちがどうしてるかなんて今までろくに考えたことなかった。もっと俺にできることはないのかな。そうだ、海抜軍のデータベースに退役兵の情報があるかも。ダメか、データは全部非開示だ。ま、海抜軍絡みなら当然か。渡る、悪い、ちょっといいか。お、どうした、ユイト。海抜軍絡みでちょっと調べてほしいことがあるんだ。手が空いてる時でいい。軍絡み、正規の手段じゃ探れない情報ってことだな。分かった、情報を送っといてくれ。調べてみるよ。ありがとう、助かるよ。なんとか玄馬の友達を見つける手がかりをつかめるといいんだけど。今さらかもしれんが、ユイトは俺を避けたりしないんだな。避ける理由がないよ。もしかして他の人に避けられたりしてるのか。ああ、若い連中には俺のような老害は煙たいのだろうな。慣れてはいるが傷つかないわけじゃない。だからその感謝している。互いに信頼し合うとはこういうことか。ああ、現場になら背中を預けられるよ。Thank you.
いただきます。最近花火とちゃんと話せてない気がする。これはいいものですね。ユイトは頑張っていますね。そうかな。ありがとう。ユイトは素直で一生懸命でまっすぐで、ちょっと嫉妬してしまいますね。僕はユイトのようにはなれない。なる必要もないのでしょうが、だからこそあなたを好ましいと思います。ユイトのことがもっと知りたくなりました。実は俺も同じことを考えてたんだ。俺たちまだまだ仲良くなれるよな。ありがとね。どうしたんだ花火、ため息ついて。何かあったのか。ユイト。ううん、なんでもないの。水臭いこと言うなって。幼なじみだろ。今までもいろいろ話してくれたし、また話聞くよ。ユイト。うん、そうだね、ありがとう。実はこの間戦闘中に怪異の周りの建物を巻き添えで焦がしちゃってね、ゲンマから注意されたんだ。超能力の使い方が荒い、そんな戦い方じゃ守るべきものまで傷つけてしまうって。手厳しいなゲンマ。ううん、ゲンマの言う通りだと思う。確かに私ちょっと自覚が足りなかった。ゲンマが言ってたんだ、海抜軍の一員として自分がどうなりたいか、何のために戦うかよく考えろって。だけど私、海抜軍として自分が目指すものなんてまだ全然イメージできてなくて。そういえば花火は海抜軍で何をしたいとか考えたことないって言ってたな。うん、それに私たちが入隊してから見てきた海抜軍って、怪しい秘密とか非人道的な実験とか、
子供の頃のかっこいい海抜群のイメージなんかひっくり返るような暗い部分ばっかりでしょ。確かにそれはそうだな。自分たちがいる組織がいろんな人たちの犠牲と苦しみで成り立ってきたって知っちゃったのにさ、今さら海抜群として何のために戦うかって考えても前向きなイメージなんて全然浮かばないよ。海抜群が思ってたような組織じゃなくてがっかりする気持ちはよくわかるよ。でも戦うのは花火自身だろ。海抜群としてじゃなくても花火自身が何のために戦うのかってのが分かってればいいんじゃないか。私自身の戦う理由か、あるのかなそんなの。よく考えれば何かあると思うけどな。何もないならどうして今まで俺と一緒に戦ってくれたんだ。一緒にって、だってそれはユイトが。え、俺が何。あ、なんでもない。もうちょっと考えてみる。そうか、別に急いで答えを出さなくていいよな。相談ならいつでも乗るし、あんまり落ち込むなよ。うん、そうだね。うじうじ考えちゃって私らしくなかったかも。落ち込んでても何も変わらないし。よーし、私もこれから自分なりの戦う理由きっと見つけてみせるよ。うん、その意気だ。ありがとね、ユイト、元気づけてくれて。子供の頃はいつも俺が花火に元気づけてもらってただろ。だから今度は俺の番だよ。またそんな昔のこと。別にいいってば。まあでも気持ちは嬉しいかな。また話聞いてね。ああ、俺にできることがあったら何でも手伝うよ。うん、その時はよろしく。こんなこと言うと不謹慎だと思われちゃうかもしれないけど、ユニットでの生活も案外楽しいよね。ちょっと不便だけどな。うん、でもタイのみんないい人ばっかりだし、何よりユイトがいつも一緒だしね。これからもユイトと一緒に戦えるといいな。ユイトと一緒にいると安心できるから。幼馴染はそろそろ卒業かな。あ、なんでもないから。何焦ってるんだ。俺は花火と幼馴染なの結構気に入ってるぞ。